おとなしい誰も言わないから歌です。夏です。水上です。今回は姫に使われたすごい嘘あると思いますよ。皆さんちっちゃな嘘から大きな嘘までね、ちっちゃな嘘から大きな嘘まで配信できなかったお金も多分死ぬほどある。ちっちゃいのかね。ちっちゃいの、まあ、これはなしで、ね、入院日前の病気はなしで、入院日前のインフルエンザだったとか、実家の人が倒れた、そう倒れたとか、そういうのはもうデフォだから、もうどれも一切取っ払おう。本当に小さい人で言ったら結構ありきたりですけど、お店来るみたいな、ちょっと前電話できててもいきなり来ないとか多いですよね。ですよね。はい、ですよ。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 あるよね。めちゃめちゃ小さいですよ。今晴れたんですよね。大嘘なんか知るのってですか、秋江さん。いやめちゃくちゃありましたよ。やばいっすよ、でも。明らかな嘘で言ったら、もう三井住友財閥の娘なんで。とんでもないっすよ。とんでもねえやつで。はい。いきなり。いきなり、しかも。自分から言う。自分から言ってくる。言わなくてもいいのみたいな。事務所見たら名前、田中になって。運気だったのか、ね、運気だったのか、ね、よくあるの、金持ってるアピールみたいなのは、まあ、満足じゃないですか。新人くんとかがね、引っかかりやすいとか、めちゃくちゃ安いハリートアップみたいな。あ、一つあった。初回で女の子3人来て、俺女の子3人と1人でアフターに行ったんですよ。カラオケに4人でっていう感じですから、それはおごりでっていう女の子になったんで、それは何だったんですか。で、後日請求書を全員分してて、俺バカだから立っちゃったんですよ。で、どこに請求書。自分の家です。家、はい、家です。なんで住所知ってるかも分かんないんですけど、すごっ。請求書来て、普通に怖いじゃないですか、なんか家に来てるのか。で、LINE もいくらいくら自分の口座も送られてきてて、で、払ってみてもらったので取れました。これは嘘っていうか、騙しですよ、ね、もう連絡取れなかった、そうから連絡ないです。一番びっくりしたのは住所知ってることですよ。見られてんじゃない、だからトイレ行った時はすぐ財布開けられて、開けられて普通に怖いな。どんなことが多いんですか、何を騙してくれるのか。要はやっぱその金使えないけど相手にしてほしい、相手にされたいからうまく嘘ついてるくるやつが多くないですか。多いっすよ。佐藤さんは付き合ったんですか。いやもう長年やってれば分かるんです。だからもう相手にしないですけど、新人の時とかやっぱワンチャン信じてみようかなって思っちゃう。そう、はい、そうですね。一番陥りやすいと。一番陥りやすいですね。で、まあ、騙されやすいって言ったら、ちょっと、まあ、語弊とか生まれたりとか、見てる人が差別だみたいな、言われたくないんですけど、その、まあ、ちょっとゲイ的なお客様が、まあ、男の人が好きですみたいな感じの人が、めちゃくちゃお金持ってるみたいなアピールして、食いたいと。時に、なんか、差し出すと、泣きながら帰ってくるんですよね。非常に声が。されましたみたいな。されてるとか、あとなんか乳首写真撮らせてくれたらお金使うよみたいな、よくわからんような形で言うので、なんか騙されてちょっと涙うるうるして帰ってくるみたいな。その後何もないっていう、ただ単に乳首写真撮られてちょっと乳首ペロッとされてみたいな、帰ってくるのともにこっちいたなっていう。やっぱ何もないんです。何もない経験は最高の方がやりやすいじゃん。昔はもう本当に高校だから、今絶対しないで、男の子好きな男の子は気をつけないとやっぱ良くないなっていう。これマジで立ち悪いなっていう、まあ、売りかけとかあるじゃないですか。で、した時になんかその身分証コピーいいですかみたいな、現象をね、こうコピーしたんですよ。で、俺もまあ多少ない身分証持って安心してたんですよ。その期日の時に言ったら連絡取れなくなっちゃいましたみたいな。住所とか全部コピーしてるからまあまあまあいいかなと思って調べてみたら、過去の住んでた時の家のあるなってんですよ。あ、何年まで有効ですよっていうのをちゃんと見てないと、ここまで見ないですか、ね、見ないですね。それで結局家まで行ってみたら全然違う人住んでみたいな。うわそれは盲点だったなみたいなのがありましたな。今免許証一番いい、免許証有効期限書いてる先生。しかも人の可能性もあるしね、顔つけないから人の使ってる可能性も全然あるし、あと未成年だったりとか、請求したらこっち側が訴えられちゃうみたいなのがあったりとかするから、ああもう泣き寝入りするしかないなっていうのがあったり、そういうお金トラブルみたいな、まあ、緻密っすよね。すげえここまではめてくれてありがとうって言われて逆に逆に逆に それっぽいのはちょっと太ってるけど愛嬌いいこと忘れたりするじゃないですか。そうなんですよ、なかなか。もうちょっと痩せた方がもっと稼げるだろうなみたいなことじゃないですか。はい、その子が頑張りたいって言ってて痩せればみたいなこと言ったら、私もう大
か食べないって言ったら、うん、俺の周りとご飯に行ってて、そして怒られたら唐揚げ食ってました。それはやべえ、疲れてますね。頼んで見てるだけなら、ね、野菜だけ食うんだったら、まあ100本言ってるじゃないですか。いやでも、後輩マヨネーズって言ってたんですか。今明らかマヨネーズって言ってるんですよ、唐揚げあって。マヨネーズを吸っただろみたいな、マヨネーズです唐揚げマヨネーズにして食べてました。あれはまあ、いいですね。いや、大嘘されますよ。それに関しては、間違い探し見つけろみたいな感じじゃないですか。確かに、みんながね、知り合いじゃないからね、我々は別に。まあ、一応聞きましたけど、本気で仕分けるやつですよ。嘘をね、つくならしっかり欠点としてやっぱやってほしいし、唐揚げに、まあ、マヨネーズはつけちゃダメって言って、痩せたいって言ってる人は、せめてレモンにしてる。そうっすよね。最悪キューピーハーフですね。いいよ。うん、なんか2倍つけていいやって言うみたいな思想はよくないけど、それだダメですね。この動画がいいと思ってる人はいいね、高評価、チャンネル登録お願いします。うっす、本日の話でした。